法学部ウェブオープンキャンパスへようこそこの動画では法学部での学びや将来の進路についてお話しします法学部で学ぶ内容は法学と政治学です岡山大学法学部には昼間と夜間のコースがありそれぞれカリキュラムも入試制度も違いますここでは主に昼間のコースについて説明しますが夜間種コースの学生も昼間のコースの科目を30単位まで 卒業単位として履修することができますのでぜひ参考にしてください法学部には毎年昼間のコースに210名前後夜間種コースに20名前後合計230名前後の学生が入学しますお示ししたグラフは2020年度入学生の出身地を示したものです新入生の出身地で多いのはやはり地元岡山ですが兵庫県を中心とした近畿 そして四国からも同じぐらいの学生が集まっています法学部で学ぶ科目には全学で共通の教養科目と法学部で開講されている専門科目があります大学に4年間在籍して教養科目を32単位専門科目を92単位合計124単位取得すると法学部を卒業することができます 法学部の昼間のコースは4学期制で、週1回100分程度の授業を7週受けて、学期末の試験で60点以上を取ると1単位を取得することができます。多くの学生が1週間に8科目から9科目の授業を履修しています。どの講義科目を履修するかは皆さんの自由です。大学では高校までのようにクラスで共通の時間割はありません。 開講されている科目の中から一人一人が自分の興味や関心に基づいて選び学んでいきます1年生では教養科目のほか、法学・政治学の入門科目を学びます外国語やスポーツ科学のように50名程度の授業もありますが法学部生が履修するほとんどの科目は200人以上の学生が一つの教室に集まって教員の話を聞く講義科目です 20人程度の小さなクラスで行う演習、いわゆるゼミもあります。法学部に入学した人はみな、法制基礎演習という少人数でのゼミに所属します。この法制基礎演習は、1年の1、2学期に開講され、これからの法学部での学びに必要な、読む、書く、論じる能力を身につけます。他にも、図書館ツアーに参加したり、裁判傍聴に出かけたりします。 ゼミでで、ででは学生ととと教員ののの距離がが近いので気軽に雑談談や相談のできる関係を築くことができます。担当教員は勉強に関する相談だけでなく進路や生活に関する相談にも乗ります大学生のうちに留学をして自分の見識を広めたいという人は1年生の時にグローバル人材育成特別コース略して G コースに所属することができます。 G コースは岡山大学が展開する副専攻コースで1年生の時に法学部の授業に加えて留学に必要な科目を英語で学びますそして2年生の時に協定先の大学に中期・内市・長期で留学します G コースに所属するには大学全体での選抜がありますが法学部からは2018年度には16名 2019年度には20名の学生が G コースに選ばれています2年生になると本格的な法学・政治学の勉強が始まります講義で扱われる内容は広く多くなりゼミでも1年生の時に培った読む・書く・論じる能力をもとに専門書や裁判所の判決文を読み口頭で報告しクラスで議論します 2年生からは放送プログラムも開始します。裁判官、弁護士、検察官を合わせて放送と呼びます。放送プログラムは、この裁判官、弁護士、検察官を目指す人のための特別なプログラムです。放送プログラムでは、法学部での授業に加え、法科大学院、いわゆるロースクールでの授業を前倒しで受けます。そして法学部を3年間で卒業し、 ローースクールの2年目目に司法試験を受けて合格を目指します従来からの一般的な制度では法学部を4年間で卒業した後ロースクールで2年または3年間勉強しロースクールを卒業した後に司法試験を受けてこれに合格しなければなりませんでしたしかし放送プログラムでは従来よりも2年から3年早く社会で活躍することができます今 この新しいプログラムがあるのは、中四国地域では岡山大学だけです。2020年度には31名の2年生がこのプログラムに参加し、夢の実現に向けた第一歩を歩み始めました。また、2年生では多くの学生が留学を経験します。先に述べた G コースの学生はもちろん、その他の学生も岡山大学の短期留学プログラムを利用して、 海外での学びを体験することができます法学部では毎年約3割程度の学生が4年間のうちに留学を経験していますお示ししたグラフは2018年度、2019年度に海外での学びを経験した学生の数です2年生、3年生の時に半年や1年と長い期間の留学に出かけることが多いですが最近では1年生でも 春休みや夏休みに短期の語学研修に参加する人がいます。留学せず日本で生活していても、海外の会社や外国のカットのやり取りは、もはや日常となっています。世の中のどの分野でも、国境を越えた人・物・ルールの動きに敏感な人材が求められています。法学部には国際的な法や政治に関する科目が多く開講されています。 1>, 1年生で国際法入門や国際政治入門を学んだ後2年生になるとグローバル法制科目として国際法総論が3年生では国際政治論国連法アジア法中国法国際法格論国際家族法などが開講されれます。す学生はこらららグローバル法制科目群から4単位取得するよう求められます。 さらに法学部では1週間程度の海外研修を行う海外特別演習を開講しています昨年は12名の学生が中国の上海、北京の大学や法律事務所を訪問しました学生は法学部でこうしたグローバル科目を履修することで海外の法や政治、文化に触れることができ卒業後にグローバル社会で活躍する力を身につけることができます 2年生の終わりには、コース分けがあります。法学部には、将来の進路や希望に合わせて効果的な学習ができるよう、公務員を目指す公共法制コース、民間企業への就職を目指す企業法務コース、法律家を目指す法律専門職コースの3つのコースを提供しています。コース分けに際しては、定員や成績による選抜などはなく、どの学生も自分の希望するコースに所属することができます。 学年によって違いはありますが例年おおむね60%が公共法制コース30%が企業法務コース10%が法律専門職コースを選択しています。3年生では各コースに分かれて将来仕事で必要になる科目や自分の興味のある科目をより専門的に学びます。講義の内容も基本的なものから発展的応用的な科目へと展開していきますが なんと言っても楽しいのはゼミです法学部では教員全員が3、4年生向けのゼミを開講しています学生は毎年30近く開講されるゼミの中から自分が最も関心のある分野を選び同じ興味を共有する仲間と勉強しています各ゼミでは担当教員の専門科目についてリサーチ、グループワーク、プレゼンテーション、ディスカッションを繰り返し 講義で得た知識を掘り下げて学びます。ゼミによっては、国内外の他の大学と交流したり、討論会に参加したり、ゼミ論文を書いたり、旅行に行ったり、さらには懇親会を開いたりと、授業時間以外でも楽しく活動しています。ここまでお話しした法学部のカリキュラムをまとめると、次のような表になります。文字が細かくて見にくいかもしれませんが、 段階的で体系的な学びが確保されていること各学年で少人数教育が実施されていること多様な学びの選択肢があることがわかると思いますここまでは授業や演習、留学のことについて説明してきましたがもちろん大学での学びはそれだけではありません学生たちは部活や社会活動でも実にさまざまな活躍をしています 将棋・落語競技ダンスなどサークルで全国大会に出場して優勝や入賞を果たしたり犯罪被害者支援活動に参加し毎年パネル展示やシンポジウムで発表したり地元の高校や中学校で法教育の授業を展開してみたり最近では新型コロナウイルスの影響でアルバイトが減り経済的に困っている学生を助けるためにお弁当を無料で配布するプ,プロジェクトを企画実現した学生もいます。 勉強も遊びも課外活動もみんな自分の好きなことやりたいことに情熱的に取り組み全力で学生生活を楽しんでいますさて4年生になると就職活動が始まります大学の勉強と就職活動の両立は大変なこともありますが3年生まで順調に単位を取得してきた学生であれば4年生の時には大学での勉強に少し余裕が出てきますので 落ち着いて就職活動に取り組むことができます法学部では毎年卒業生の約50%が公務員に採用され40%弱が民間企業に就職し約10%がロースクールなどの大学院に進学していますお示ししたグラフは2019年度卒業生のものですが彼らの進路も例年と同じ傾向にありますなおグラフのその他には 国家試験の受験のために就職しなかった学生や、帰国した留学生などが含まれます。最後に、裁判官・弁護士・検察官以外の法律専門職についてご紹介します。法務局や裁判所に提出する書類を作成する司法書士、役所に提出する申請書類を作成する行政書士、不動産の調査や価格評価を担当する不動産鑑定士、 労働問題や社会保険に関する手続き・相談を担当する社会保険労務士税金の申告や相談を担当する税理士特許や特許や実用新案の申請を担当する弁理士企業の会計監査や税務を担当する公認会計士などは法律の知識を必要とする国家資格ですこれらの中には司法試験より合格率が低いものもあります 司法試験の合格率は約35%ですが、司法書士の合格率は約3%、社会保険労務士は約6%、行政書士は約15%です。法学部生の中には、学部の時からこれらの資格試験を受験し、在学中または卒業後に合格する者もいます。また、企業の法務部や総務部に所属して、取引・ 契約・顧客対応・株主対応・訴訟対応など、法学部で学んだ知識を活かして仕事をする卒業生もいます。さらに、ロースクールではなく、大学院社会文化科学研究科に進学し、修士号を取得して、公務員や法律専門職を目指すルートもあります。法学部から大学院社会文化科学研究科に内部進学する際には、学部4年生の時に大学院の授業を前倒しで履修し、 進学後1年間で修士号を取得することができます従来より短い期間で大学院を修了し法学・政治学についてより高度な知識を持つ公務員や法律専門職として社会で活躍することができます以上で法学部の紹介を終わります法学部生や卒業生の実際の声を聞いてみたいという方はぜひ法学部のパンフレットをご覧ください パンフレットは法学部ホームページからダウンロードすることができます。また、もっと詳しく知りたいことがありましたら、質問コーナーからどんどん質問を寄せください。いただいた質問へは別の動画でお答えしていきます。近い将来、岡山大学のキャンパスで皆さんと会えることを楽しみにしています。